食い破る奴らよ。黄金鏡とて、いつ食い破ってくるかわからないのね。どうする、バトル。即決する。撤退だ。決断が遅れれば、それさえ不可能になる。全員を黄金鏡へ避難させよう。黄金鏡の扉を開くにはどうすればいい。わらわが扉を開くだけのことよ。しかし、あのヤギどもの群れが凄まじき半魔法の毒素を放っても扉が開くのには時間がかかるぞ。扉が開くまでこの書斎を死守しろってんだろ。やることは何も変わらねえ。もう一つ問題がある。黄金鏡の扉は外より二人で押さねば閉じられない。外より二人？どういうことだ。普段ならばわざわざ扉を閉めることもないのだがな。今回ばかりはそうもいかぬだろう。扉を閉める役目はお前とベアトしかおるまいぞ。領主の俺とベアト、一番無難な人選だな。うん、我ら二人だけならば身を守ることもなんとかなろうぞ。よし、扉を開けてくれ。爺様とガープはこの本丸の守りを頼む。外壁をよじ登ってくるヤギどもが現れるかもしれんしな。心得た。我がライフルは獲物を求めておるわ。了解よ。そいつらを奈落の穴に落として遊んでるわ。お見事です。次は譲ってやる。
私たちにかなわないと思ってくれているのでしょうか。それを期待したいところですが、それは甘いようです。こいつら何なの。私たちを見てボソボソと喋り合ってるわ。どうやら会話をして連携できる程度の知能があるよ。相手の様子が変です。認めないということは、魔法の攻撃が一切通用しないということだわ。それじゃあ私たちの攻撃は通用しないってこと。エンドレスナイン、私たちを認めてくれなきゃ攻撃も通じないの。そんなことが。試してみるのが一番ですな。一切通じない連中がいるようですな。
さんのよ、私たち。さ、最後の一発まで戦うのだ。貴様らの戦死は許可しない。幻想は全て許可。幻想は全て許可。幻想は全て許可。今のうちに。魔法が通じずとも、この脳は忠義に厚き熱血感である事実は揺らぎます。まして不助士を見捨てることがあるとお思いで。よして、逃げて。このロノウェ、ご婦人のピンチを前にはついつい奮い立ってしまいます。私の悪い癖。今日は時間が稼げるでしょう。しかしこの炉の上、少し小骨が多いかもしれませんぞ。
をかす。全部ミステリー。ミステリーとおっしゃった方はどなたですか？ドラノールの刃は通じるの？そうか、相手がミステリーを主張するのなら。ファンタジーじゃねえってなら聞こうじゃねえか、お前らの推理。皆さんのご考察とても楽しみです。このゲーム版で行われた密室殺人の数々、どれからでも受けて立ちましょう。違うぜ、受けて立つのは俺らじゃねえ。そうでした。ミステリーとは挑むの。なぜに私たちが受けて立たねばというのか。分かってんだろうな、お前ら。物語当初の登場人物以外は禁ず。共犯でない複数の犯人が存在しでして、それにも一人の犯人が見るかのように。バンダイン第12作、真犯人が複数であることを禁ず。そんなお前らまで禁止なんて。つまんねえだろ、そんなミステリー。だから俺は思うぜ、ミステリーはもっと自由であるべきだな。ノックス自治会会員もバンライン二重則も時代遅れ。ミステリーの定義時代によってことごとなるはず。ちっ、こいつら開き直りやがった。やはり私たちは時代遅れということなのでしょう。なら俺たちを納得させる推理を聞かせてみやがれ。いざ来たれ。